本当に次の裏側は何もないんですか。ちょっと話飛ぶけど、2019年去年の1月の3日、僕いろんなところでこれお話してるんですが、中国共産党は月の裏側へ自分たちの衛星を到着させた。そしたらものすごいたくさんの素晴らしい次地下資源が見つかった。地球にない地下資源や。それを有効に地球に持って帰ったら、次中国共産党は世界一になる。だから本格的に米中戦争、あるいはネピリムの登場で大きな問題が起きてきたと、そう考えとかなあかんわね。だからもう地球がもう全てで、もうここから出たら真空で何もない、生命も何もない。嘘。そういう世界から地球に来てるやつがおる。それがあれ、これまだ貼ってない、すいません貼ってくれませんか、イルミナティのやつを。はい、すいません。これが世界最高権力の図です。だからイルミナティ、イルミナティってさっきから言ってますが、13家族のイルミナティ、つまりネビリムの13家族の中枢なんです。そこから300人委員会というのは、これは何かといったら、ネビリム13家族と同じ血統だけど中枢でない連中が支えとるわけです。だから世界権力中枢の中心はイルミナティ13家族と300人委員会です。これと全然違う。例えば日本、あなたの息子や娘を皇室に結婚させようかと思って、できますか。できないようになってますよ。血統はそう、皇室の血統を守る。皇室の血統はこうだ。いやー、もう今の世の中自由平等、博愛で平等やないか、とんでもない。もうちゃんと違う血統がおるわけです。僕はイルミナティと言ってないよ、彼らのことを。天皇家は天皇家なんです。後でお話しますが、正統ユダヤ人です。時間あったらそこ行く。いずれにしろ血統というのはあるわけです。同じです。世界の血統、イルミナティ13家族と300人委員会、この連中がつい今から約500年前にコロンブスをアメリカ発見のために使わすわけです。まあ、たまたまコロンブスはできるような物語がそこにつくわけですけども、また逆に彼らは自分たちにとって面白くないとなれば、イルミナティだとかマヤだとか全部殺していきますよ。話元に戻す。これが世界の中枢だ。だからここに国際連合ってあるわけです。国際連合と分かるように、この連中の血統とは違う。白人もおれば、黒人もおれば、黄色の人もおる。なんでこんなところに国際 連合ってのあるんやって言ったら、世界各国の不平不満を爆発してもらう場所なんです。不平抜きなんです。 RIA、 これイギリスの OK や。そこでこの300人委員会で続いてますから、世界の情報の中心を全部ここでやるわけです。保険会社もみんなこいつらある。その次、各種の産業、各種の宗教団体、キリスト教やとか何とか教やとか、みんなここへ行くことはみんな夢持っとるわけです。全部骨抜きです。どういう宗教日本で広げるのや。いつか聖書で言ってる真理と全然違うキリスト教っていうのは世界にいっぱいあるよね。そのキリスト教って何や。宇宙宗教なんです。どういうこと。宇宙から来た惑星の連中のかつての星にあった宗教を持ち込みよった。日本じゃないわ、地球に。そして彼らはそれを全て統括する。なんでローマ法王が、なんであんな大きな建物がバチカンにできるのや。彼らの惑星の宗教なんです。